誰もやったことのないモデルですから理解するしていただけるのにやっぱり1年前後下手したら2年長いところで3年ぐらいかかるんですねですからまあそれを諦めずにいつもこう同じ話をすると同じ話をしたって最初なんて入らないんですよ。でまあ5回10回ぐらい説明していくとなんとなくあの言いたいことが理解してくれて。 あ,あそうかと言ってで一緒に考えてくれるようになってでその仲間が増えていくということだと思います。まずさい最初の目標が大事だとその大義であるとかどういう社会を作りたいとかいうの、ね、まず一つ大きいですねあとは仲間作りのためにはその同じ話をずっとやっていくとで実績ができるとそうするとまあ今はですね意外とこう 入りたいこの仲間に入りたいという人が国内外で増えましたので、まあ、今はありがたいいなと思いますよね環境はなんとなく大事っていうのは分かるんですけどもその個人個人にどう分からしていくとかですね、えー、事業者にどう分からしていくとかあと世界にどう発信していくかとかやり方は全然実は違うんですね。それを一つの言葉や一つの方法で表現するからみんな理解をしてくれなくて。 えー、消費者なら消費者向け、えー、事業者なら事業者向けメーカーならメーカー向け小売店なら小売店向け政府なら政府向け、えー、海外だったら海外向けという発信の仕方があると思うんですよ。それに合わせた発信の仕方をやっていくことが僕は大事だと思いますね。リサイクルってあの真面目なんですよやっぱりすごく硬いんですよ。だから地球が危ないよとかね仕事を出したらダメだよってね。 よく講演とかさせてもらうんだけどもみんな納得するんですけどね会場出たらね動かないだから理解とね行動はね別なんですよ分かったんですねだから、えー、理解はみんなやって分かってくれるけども行動ってなかなか大変なんですこれ厳しいその制約じゃね動かないだから楽しいことのほかね続くんですよだからみんなで福を集めてデレモがそうっとこうなるとね みんなで、ね、リサイクルしたいがために古着をね持ってきてる人が少ないんですよ。デロリアンに乗りたくて見たくて、えー、古着を持ってきてるんですこれも大事なんですね自然と環境動線ができていることが大事なんですそうすると実は楽しいイベントの結果物、えー、も,も集まって、えー、実はそこに文化もで出てきていたとでお店に人が集まるので売り上げも上がると だから高回転が出てくると。ということですね。実はリサイクルの基本的な考えは衣類もプラスチックも一緒なんです。何でできてるかということなんですね。で、電子顕微鏡で衣類をずっと見ていくと炭素が出てくるんですね。で、酸素と水素で基本的に3つの元素でできてるんですね。そうすると、プラスチックも一緒なんです。だから燃えるものっていうのは基本的に。 3つの元素で基本的にできてるので、えー、人間だって服だっておもちゃだって眼鏡だって野菜だって木だって石油だって基本的には同じような元素でできてるんですねですから技術は追い,追いついてくるんですよでカートリッジなんですよですから全体の仕組みを作っていくことが大事なんですねで消費者をたくさん巻き込むことが大事で繊維だけやったらですねブランドにならないんですよ やっぱり繊維があっておもちゃがあって文具があって携帯があってこういう眼鏡があってこういういろんな消費者のそのリサイクルしたい気持ちをどう表現していくか,していくかっていうのが実はブランディングになっていくとで消費者が参加しやすいとあとは技術でですね追いついてくるんですね実はもうもう見えてきてるんですもう追いついてきてるんですねで回収拠点を整備したのはたくさん 人の行動を変えるることが一番むず難しい長く時間かかるんですね技術ができたらそこに掘り込んだらできることなんだけども一人一人をですね意識を変えるとか行動を変えるのに実は一番時間かかるんです。これは経験があってペットボトルを回収して容器細送サイクルができて回収して繊維ができますよとかその他ができますよといって,言って約二十数年間やってそれでやっと その六十パーとかぐらいしかない。最初1、一パーぐらいからスタートして、そんな風に時間かかるんですよね。国が温度を取って、予算つけてやったとしても、そんなもんなんです。だから、人の行動を変えるのに時間かかるので、まあ、製品もそのプラスチック製品も。実はごっちゃに回し、こう一緒に回収した方が効率がいいし、ここはまあ効率論。あとは技術。でそれをまた、おもちゃとか、文具とか、服とかに。 こう持っていくんですそうすると消費者は、えー、このおもちゃにはあ蜂のマークがついてるからみんなで集めたシリーズで、えー、僕たちが集めた私たちが集めた商品で作った商品なんだで地上の資源で石油を使ってないんだ CO2 半分なんだというふうにこう使っていくとで使い終わってもあそうか、ね、また回収ボックスに入れようとするこういう循環を作りたかったんですよね。